い、どうもこんにちは、お疲れ様でした。月末といえばこの企画、リコーダー解説動画。ネットショップとやらをやってるわけですよ。ハンドメイドを売ったりとか楽譜を売ったりする配信サイトやってるんですけども、それで毎月今までは演奏してみた動画でやった曲を解説動画していくっていうおせっかい動画でございます。今回やる曲はですね、こちらでございます。ババン、小田正樹さんの虹。この曲ね、すごいなんか思い出があるというか、演奏してみた動画、実はこれ一発目に出した動画なんですよ、実は。はい、基本情報です。小4分の4拍子、F ドゥア、平調調ですね。ファから始まる明るい曲でございます。はい、塩楽器なんですけども、塩楽器動画の方ではテナーリコーダーでやってるんですけど、外のリコーダーに持っていたって感じです。楽譜配信の方ではアルトリコーダーで出しております。ドラえもんのステンドバイミー2でしたっけ、見ましたね。すごいなんか結婚式とかでもすごいなんか流れたりとかしてるらしいんですよね。特にこう旅の猫の一生そばにいるから一生そばにいてってね、うったはい、この動画なのでね、リコーダーでこんな風に見たら楽しいよ、ここ注意してねとか、こういう風にやったらめちゃくちゃいいよみたいなね、紹介していく動画でございます。早速やっていきましょう。A メロ見ていこうか。泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ、本当にありがとう。多分これで多分ね、のび太くんのことを言ってんのかなって思うんですよね。泣いていいんだよって言ったのは多分しずかちゃんだと思うんですけど、のび太くんって言うとやっぱりなんかいじめられてとかさ、勉強もできなくてスポーツもできなくてみたいな、でもそれでうじうって泣いちゃってるけど、でもそんなしずかちゃんが泣いてもいいんだよっていう風に言ってくれてる情けないけどだらしないけど君を思うことで、多分この情けないけどだらしないけれど多分のび太くんのこと言ってると思うんですよ。まあでもこれ別になんかのび太くんとしずかちゃんのことを多分歌ってるとは思うんだけど、のび太くんしずかちゃんと関係なしにもう多分いろんな人に精通するもんなのかなってね。泣いてもいいんだよって言われたらやっぱ泣くやん、そんなさ。泣いていいんだって、なんか頑張んなくていいんだってなるよね、ほんとね。ピアノだけでも全然この曲いいです。はい、ちょっと見ていきましょう。最初ね、シラソレファソレレレレレレレって入るんですけど、ここねファーソーってピアノの伴奏の方にちょっとお伝えしたいことがありますけど、ファーソーあるじゃないですか、ここフェルマータにしても全然いいと思います。すごい溜めてたん、すごい、もう音響かして、音をきれいに最後まで聞いてから、ピアノが、リコーダーが入るともういいかもしれないですね。あいつちりでこう、ピアノのちょっとこう、いけ、一世のせいで入る。あいづちで、こう、せーの、タララーンで吹いてもいいんですけども、できれば、呼吸で入ってほしいんです。リコーダーの方、今度は。タララララララ。っていう風に入ってほしいんですね。マジで大事にしてください。こう歌詞見てみましょう。泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ、本当にありがとうじゃないですか。こうフレーズごとに来てほしいんですよ。なんか作曲するときってなんか全部8小節構成になってるよって何回かお話ししたしましたよね。1たす1たす1、あ、1たす1たす2と1たす1たす2構成になってます。バラードって大体伸ばすときって本当にふわって3パターンぐらいなんですよね。楽譜通り弾きます。まず最初ですね、伸ばすところふわって飛ぶやり方ね。ふわってもうなんかね、上になんかこうふわって離してあげる感じ。決して機械的に絶対こう泣いていいんだよっていう風にやめてください。そこはそれだけは本当やめてください。2つ目がですね、最後のところですね、ビブラートかけてください。ビブラートかけるとき、腹筋使って、ララな、泣いていいんだよ。そんな一言に、僕は、っていうね。そういう風になってほしいんですね。はい、三つ目です。三つ目はちょっともう、ギリギリまで伸ばしちゃう。ギリギリのところでちゃんと切ってあげてください。で、その時伸ばす時の注意点なんですけど、音がブレないように、指、音がね、ゆらゆらしないようにしてください。ずっとまっすぐな息で、ぐらぐらしないでくださいね。はい、というわけで早速ね、音源と一緒にやってみましょう。A メロです。
注意するべきとこ3箇所あります。足りていいよ、ここのタラララファーファビード、ここですね、跳躍です。はい、ここ頑張ってください。歌ではありのままの二人でいいよってこうね、でいいよって結構ね、感情ちょっと感情的になってるんですよね。だからこうちょっとびっくりビビらないで、ベランダで水をやる君の、ここね、あのタラララララララって取んないでいいので、取らないで前進んでほしいんですね。タララ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 ラ、ここで来て、タラララララ、ここで来て、ララララ、足元に小さな虹、一個一個ね、一つ一つのワード大事に吹いてほしい。ねえ、ここね、楽譜通りだと、シラソファソーラーってなってるんですけど、ラー、ここね、ラーシラソーって、ラーで伸ばしてもいいんですけど、余裕があること、やる、余裕がある方、ラーシラソーってやってみて。楽譜通りに、例えば、ちょっと楽譜通りにその、ラー、あ、危ね、ラーシラソーじゃなくて、ラーシラソー。はい、ちょっとね。そんな感じでちょっとやってみる、やると、サビに結構ね、B メロの中で結構いろいろ動きがつけられるかなと思います。はい、ちょっといろいろ言っちゃったんですけども、ちょっと B メロやっていきましょうか、一緒に。サビですね。ここめっちゃいい。一生そばにいるから一生そばにいて一生は離れるるるるる。これもちょっとさ、構成見ていこうか。8小節の中のね、1個のブロックに8小節あんだよって話したじゃないですか。どうなってるかちょっと見ていきましょうか。一生そばにいるから一生そばにいて、1たす1たす、一生離れないように一生懸命に、ここすごくね、めっちゃ。1たす1たす1たす1になってる。すごくね、めっちゃ。このね、伝えたいってことがね、本当にこれちょっとのね、大事なことを伝えたいってことに、本当にね、1たす1たす1たす1とかね、本当ね、使うんですよ。なんならたまになんかね、西野カナさんあたりになってくるとね、もう1で収まらない。0.5 たす 0.5 でカッコ1みたいになってる時あるんですよ。本当にすごいの、これマジで。ラレミファ、ファー、ファソ、ファー、ソラファ、ソラミみたいじゃん。ここね、きつ。だったら、このね、普天八分音符と16分音符の間でパツって切ってほしいんですね。ここ、ラの音なんですよ。3オクターブ上のラが出てきます。ちなみにですね、アルトリコーダーで3オクターブ上のラって、ほとんど規格外の音になります。指はとっても簡単。親指と中指だけで、できます。左の親指、まずこう、間、後ろの穴塞ぐじゃん。てか、半分上げるじゃん。で、中指。これが3オクターブ上のラになります。一瞬のラで、しかもさ、コードがさ、Bm なのよ。経過音ですね。完全に。しかもその経過音もさ、一瞬だとしてもさ、このサビの一番盛り上がるところでさ、最後の方でも出てくるし、他のサビでも出てきます。はい、ちょっとね、うちもね、ラをあまり出せないんですけどね、頑張りましょう。小さな道行きますよーねー。
時黒ずみます、マジで。で、もし、ちょっと、無理だと思った方、一生懸命に、ここで、一億多分下げちゃってください。ちゃって全然大丈夫です。わーってわーってさ、まあ大きい感想があるわけですよ。感想があってその後に、家族や友達のことこんな僕のことっていうのなんかさ、今度はみんなに対して言ってる。だから本当結婚式に本当にめちゃくちゃね、めっちゃ合う曲なのこれ。本当に思ってくれてるからとか、支え合ってくれてるから、みんながいるから今の自分があるんだよってことを今言ってるんですよね。これ本当に熱いよね、めっちゃ熱くね。これうちだけ、これ最後のラスサビなんですけども、話さないから話さないからってもう一回いくんですよ。もう一発くんですよこれ。話さないから、ここでちょっとノーコードになります。一瞬ちょっとノーコードになるから、ちょっとここ、あ、やべえ、音なくなったって思わないで、伸ばしてください。からで、バーって伸ばしてもいいんですけど、ただあらら、ここね、もうずっと伸ばしてもいいし、ちょっと泣きって言うんですけど、離さないからって感じで、こうシューンってこうキュッてなっていく感じ。これ使うのもありです。まあディミニッシュですね。ちょっと一緒にやってみましょうか。ステンドバイミーツ見れないのかな今。結構だいぶ前のねやつだからさ、多分ね今ネットフリとかでもあると思うんだよね。はい、というわけでね、今回ですね、こんな感じで、須田まさきさんの、虹を今回演奏させていただきました。ちょっと高い音があるとかね、ちょっといろいろあると思うんですけど、それはちょっとぜひぜひちょっと考慮して、ちょっと自分なりに楽な方で1オクターブ下げるとか全然それで大丈夫ですので。であと結構バラード調だったりもするので、まあ、ちょっとほとんどドラムが入っちゃったりとかもしてるんですけども、いろんな風にアレンジするのも面白いかもしれません。また次回の動画でお会いしましょう。で今回、解説したやつ説明欄に概要欄チェックで貼ってあります。また次回動画でお会いしましょう。というわけで本日も見てくれてありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価をしてくれるとめっちゃ嬉しいです。では次回の動画もお楽しみに。ではバイバイ。